日本九州地方福岡県福岡市中央区長浜九州朝日放送本社長浜は福岡県福岡市中央区の町名1丁目から3丁目まである郵便番号810の0072長浜は福岡市中央区の町名東は七の津西は港南は七の津通りを挟んで天神舞鶴と隣接する 博多漁港に面しており、福岡市中央卸売市場鮮魚市場がある。名の津通り沿いに、東から順に1丁目2丁目、その北に3丁目がある。長浜ラーメンの由来となった地名である。かつては多くの屋台が営業し、中洲、天神地区に次ぐ屋台村を形成し、県内、県外を問わず多くの客が来て賑わっていた。しかし、屋台の数は減少を続け、 近年は消滅の危機にある。福岡市役所では、長浜で営業を行う、屋台営業者の募集を行っている。全域が、昭和以降にできた埋め立て地である。昭和初期の埋め立て以前、中川河口から福崎まで続く長い砂浜があった、ことに由来する。古地図においては、デーゼ泉ツと外海とを隔てるサスの地名として見ることが、できる。かつて、 鹿児島本線貨物支線の貨物駅が存在したが、1985年までに廃止となった。ありがとうございます。